はい。では、本日は、日本最大級のビジネスマッチングサイト、アットソーホー創業者の、平城久志さんのお話を伺わせていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、平城さんの方から最初に簡単に、自己紹介などしていただいてもよろしいですか？はい。今、私はですね、ちょうど26歳の時に、立ち上げて、ちょうど20年ですね、運営をしているアットソホというビジネスマッチングサイトを運営しております。で、今は家族と一緒にオーストラリアに来ておりまして、で、これから英語圏でサービス展開をしていきたいっていうふうに考えております。20年って割ともう長く、されてきてるんですね。はい。2004年に立ち上げたので、26歳の時ですね。はい。いや、でもすごい若い時に、しかもずっと継続してされてるのがすごいですね。一応はね、ビジネスとしてやってるんですけれども、はい。利益優先というわけではなくて、本当になんか自分の使命感みたいな形で運営してきているって感じなので、やっぱり、創業当初からですね、このビジネスは一生やっていくだろうなっていう感覚は持っていました。ね、この20年ぐらいでもかなりちょっといろいろ変化、技術とか、社会の変化もすごいあるなって思うんですけども、そういったところもすごく聞くのが楽しみだなって思ってます。はい。まずはでは最初にですね、今現在の、夢やビジョンというところからお伺いしてもよろしいですか？はい。今のビジョンというのは、このサービスをですね、英語圏でも展開をしまして、で、日本人の方が世界で活躍できるような土台を作っていきたいと考えています。日本人が世界で活躍ができるような土台は作い。りね。では、それをこう具現化していくために作られている目標とか計画、もしくはその付随してされていることなどもお伺いしてもよろしいですか？はい。このサービスを立ち上げた当初っていうのは2004年でですね。で、その時はもう私が IT 業界、社会人になって IT 業界に入って、最初はプログラミング、エンジニアからスタートしたんですけれども、なので、インターネットの世界にはすごくこう夢を感じていて、それで副業でこのサービスを作ってですね。その時はね、本当にこのサービスがなるべく多くの人に使ってもらえばいいなっていう、期待感があったんですけれども、ただ私自身はもともと宮崎県というですね、陸の孤島と言われるぐらい田舎町で、18年間育って、大学時代は福岡にいたんですけれども、すごく都会への憧れがあったし、海外への憧れがあったんですね。それで26歳の時にこのサービスを立ち上げてですね、その前に一回、シリコンバレーに行きたいなと思ったことがあって、やっぱりその IT 業界引っ張ってきたのはシリコンバレーなんですよね。なので、その IT 業界で、ね、成功するためにはシリコンバレーに行かないといけないんじゃないかみたいな、そういう感覚があって、で、一度視察にも行ったんですけど、ちょうど同時多発テロがあった年ですね、2001年に、ちょうどですね、たまたま、最初に入った会社を、独立をし、まあ、2年、1年半勤めて辞めて、また時間があったんですよね。で、テロがあった、2ヶ月後の11月に、ちょうどラスベガスで、コムデックスっていう世界最大の、IT の、イベントが開催されるっていう情報を見て、で、それを見に行ったりしてですね、いずれ、海外で、戦ってみたいなっていうような気持ちがあったんですけど、ただ私自身は、留学をした経験もないですし、海外で、長期滞在した経験もないんですよね。なかったので、いきなり英語圏でできるかっていうと、それは難しかったんだなと思うんですけれども、独立をしてですね、幸運なことにお仕事をたくさんいただけて、で、ビジネスが、IT のビジネスが軌道に乗ったなと思ったタイミングがあってですね、それが32歳ぐらいの時で、仕事をしながら旅をするっていうスタイルを自分で、提唱してですね、私も当時は国内でやっていたんですよ。国内で、最初の子供が生まれてですね、
家で泣くので家で仕事できないと思って、まあファミレスとかね、カフェで仕事をしていて、ちょっとファミレスうるさいなと思って、ホテルとかに行って仕事をしてたんですね。で、それを見た人が、まあ、知り合いの、まあ、経営者の方が、平城君がやってるのはノマドだよねって言われて、それでノマドって言葉を初めて知って、はい。はい。それで、あ、そうなんだ。と言って、その後に海外に行き出したんですね。はい、はい。で、海外で、まあ、当時はまだね、その海外移動しながら仕事をするなんていうことが、まず考えられなかったので、はい。まあ、でも僕の場合は IT だから、とりあえずネットにつながってパソコンがあればできるので、はい。ネット環境さえ良ければできるだろうと考えて、うんうん、それで、まあ、それを確認するっていう意味を込めて、東南アジアを中心にこう、回っていったんですよね。まあ、1回2週間とかそれぐらいの、1、2週間の短い期間でやっていって。はい、その時は、まあ、ご家族は日本にいて、自己人だけでってことですか、はい、そうです。完全に一人で行って。ああ。はい。本当に日本からのポケット Wi-Fi を借りて行ってですね。初めて行ったら、1回で3万円ぐらいかかっちゃって、ネット代が。まあそういう生活を自分で、海外でやるノマドだから、海外ノマドっていう言葉を作って、その情報をですね、発信していったんですよ。Facebook などで。へえ。はい。っていうのを、2015年ぐらいまで続けましたね。5年間ぐらい、じゃあいろいろこう、働き方っていうのを最先端ですよね、その当時。はい。それが、まあ、ある意味、その、2018年からオーストラリアに来るですね。まあ、準備になっていたのかなと思うんですけど、まず自分が練習をして、慣れて、海外でも生活できるっていう、まあ、経験を積んで、まあ、家族で行ったと。うん、2001年なので、2001年ってのは結構まだこう、IT がそんなにこう、なんですか、バーってメジャーになる前なのかなって、ちょっと私の、イメージでは来るんですけど。はい。その時にももうすでにエンジニアとかもされていて、もう、あ、そういう時代が来るなっていうふうにもう察知してたってことなんですかね。最初にやっぱインターネットに触れたのが、まあ大学時代で。はい。はい。まあ就職活動をした時ですよね。就職活動した時に初めてコンピュータ室に入って、インターネットでリクナビとか見て。はい、はい、はい。で、当時はネットも遅いので、はい、遅いなと思いながらこうクリックして見てたんですけど、はいはい、その時は全く魅力を感じなかったんですけど、はい、で、その面白いサイトもないですからね、当時は。はいはい、で、大学4年生の時に研究室に入って、はい、で、そこに、まあ、パソコンが置いてあってですね、はい、で、誰でも自由に使えたんですよ。はい、で、そこで、たまたまですね、その、自分がホームページを作れる領域っていうのを、まあ、研究室の先輩が用意してくれていて、はい。それで作ってみたんですね、ホームページを自分の。はい。まあ、それで面白いなと思ったんですね、その時に。大学時代ですか。はい。ああ、早いですね。じゃあもうそこからずっとこう、もう IT 畑でずっといらっしゃるってことですかね。そうですね、はい。もうでも、ただのエンジニアから、こう、人をマッチングしていくっていうところに、まあ、行ったわけですよね。はい。そこまでは何かこう、どういった経緯とはい。かあったんですか？まあよく言われるんですけど、よくその第一印象はですね、エンジニアらしくないって言われちゃうんですけど、もともと IT 業界に入ったのは、消去法だったんですよね。大学時代に、まあ、就職活動していて、はまあ、大学も、まあ、理系のですね、工学部の機械系っていうところだったので、学校で勉強することは、車の自動車のエンジンとか、そういうもので、い。はい。僕にとっては全く興味がなかったんですよね。で、なんでそんなとこ入ったかっていうと、まあ、情報がなかったから、何がいいか分かんなかったから、とりあえず偏差値で決めたっていうだけなんですけど、で、全く興味を持ってなくて、でも、ビジネスがしたいっていう気持ちが心の中にあったので、だったら研究者じゃないだろうっていうことで、自分で就職活動して、で、ビジネスをやりたいんだったら、商社がいいと思って、商社を全部受けたんですけど、は全部落ちまして、卒業してから半年間ですね、無職だったんですよ、実は。そうだったんですはね。い。だからもう全部落ちたし、行きたい会社もないから、最初、いきなりじゃあもう自分でビジネスやりたいなと思って、試行錯誤したんですけれども、それがやっぱり実らなくてですね。で、半年後に、まあ、しょうがないからもうお金もないし、就職しようと。
するしかないと思って、その時に入れた会社がですね、IT 企業しかなかったんですよ。なるほど。そういう理由だったんですか。うん、当時の IT っていうのはもう IT イコールオタクっていうイメージで、はいはいはい。本当にもう一日中コンピューターの前に座ってですね、はい、本当に地味なイメージだったんですよね。はいはいはい。だからそんなことしたくないなと思って入ったんですけど、で実際入ってやりだしたら意外と面白かったっていう。いや、でも大学卒業して、それすいません、何年ぐらいなんですか。90年代ですか。卒業したのが99年ですね。ああ、就職氷河期ですよね、多分。超氷河期です。はい。あ、だからかなり苦労されたんですね、その当時は。商社がなかなか入れなかったっていうところで、で、消去法で IT のジャンルに行って、で、今、実際、今こうされてることっていうのは、割とその、IT って言っても、もっとこう人をつないだりするような、仕事をつないだりするような、なんか商社に近い感じしますよね。そうですね。その、最初に入った会社を、まあ、死に潜るで働いて、まあ、1年半で、はい。はい、ですね。まあ、辞めることができたんですね。で、その後上京するんですけれども、当時のまだ福岡っていうのはですね、企業が個人に仕事をくれるっていうような状況ではなくてですね、そんなイメージがなかったんですよ。はいはい。一方で東京に行くと、まあ、ちゃんとスキルを持っていれば、企業が個人に仕事を発注してくれたんですよね。はい。で、当時僕はインターネットの、まあ、お仕事掲示板というサイトがあって、いくつかあって、はい、そこで仕事を探して、仕事を開拓していってたんですね。なるほど。で、東京に行ったら意外と繋がってしまえば、企業が継続的にお仕事くれたんですよ。で、フリーランスとしてやっていけるっていう土台があったんですよね。そしたら、企業の人たちも言ってたんですよね。こういった、平城くんみたいな、エンジニア、どこで出会えばいいのっていうふうに言ってたんですね。はいはいはい。で、まあ、僕はそのいくつかのお仕事掲示板っていうサイトを使っていたんですけれども、はい、まあ、こういうとこで探しましたって、で、そこでひらめいたんですよね。はい。ニーズはあるわけですね。働きたい人がいて、仕事を渡したい人もいる。いて、ただそのマッチングの場がないと。一応あるにはあるけれども、使い勝手が全く良くなかったんですね、当時はね。なので、僕はプログラミングができたので、はい、じゃあ、これを作ってしまえばですね、ある意味自分が運営者になれば、お仕事の情報を真っ先に自分に入ってくるわけじゃないですか。はい、はい、そうですね。だからこの仕組みを作れば、僕自身は一生食いっぱぐれがないと思ったんですよ。なるほど。自分自身にとってもかなり役立つ。とってもいいのと。ですね。はい。それをまあ自分以外の人にも役立てられるしっていう、まあ、それが事業になったってことですね。はい。やっぱり時代の流れで、さらに今、こう、コロナになって、もはい。う、オンラインで、こう、在宅で仕事する率も、ばーって増えてるじゃないですか。はい。だいぶやっぱ変わりますか？ニーズというか、はい。平城さんのこうされているその事業自体も、なんか、どんなふうに変化があります？あ、そうですね。ちょうど2008年、9年、10年ぐらいあたりからですね、まあ、アメリカの方から、クラウドソーシングというビジネスが、モデルが入ってきて、はいはい。それで、まあ、在宅でお仕事する方も、もしくはサラリーマンの方で副業する方、という人たちはどんどん増えていってると思うんですね。なるほど。ただ、そこに対して私が感じている問題点としてはですね、はい。結局、クラウドソーシングっていうのは、まあ、そういったプラットフォームっていうのはですね、まあ、取引の間に入るわけですね。入って、で、すべてお金の流れも管理しちゃうので、そうすると、お仕事を、まあ、する直契約ではないので、はいはい。本当の意味で、まあ、個人とかフリーランスの方が自分の、まあ、ブランディングをしてですね、事業としてやっていってるのかっていうのは、ちょっとまた違うかなと思っていて、なるほど。なぜかというと、そういったプラットフォームでは、プラットフォーム外での取引っていうのを禁じてるんですよね。ということは、そこにいないと仕事が入らないっていう形になっちゃうので、まあ、これは本当の意味での独立ではないなと思っているんですね。広瀬さんがこう今までされてきたことが、逆にコロナになって、まあ大企業がなんかこう、アメリカとかがそういう作るようになって、なんでしょう、弊害じゃないけども、少しやっぱりそういう
影響を受けているということですか。クラウドソーシングっていうビジネスはすごく大きくなっていて、はい、で、携わる人も増えてきてるから、全体を見たらいいと思うんですけれども、はい、はい、はい。それはいいことだと思ってるんですね。ただ、ベストではないと思ってるんですね。一番いいのは、やっぱり直接つながってですね、はい、こう、仕事の発注者と受注者が長期的にいい関係が築けることだと思っているので、うん、まあ、仲介とか特になくてもそれがスムーズにいくかってことですね。はい、はい。その役割があるってことですね。はい。だからはい、私がやってることはクラウドソーシングではなくてビジネスマッチ、あくまでもビジネスマッチングという言い方をしてるんですけれども、うん、はい。ちょっと似ているけど違うというふうに捉えてます。じゃあ、実際にそのマッチングを希望している方にとっては、イラドさんの方がそのコストがかからなかったりするって感じなんですかね。まあ、中抜きはないですからね。よりウィンウィンしやすいってことですね。はい。まだでも、日本っていうのは海外に比べたら、あまりこう、そういうのを使用するのが率は高くなかったりするんですかね。どうなんでしょう。やっぱり日本の場合、日本の中で閉じてしまっているので、海外の場合は、英語を使えれば、国関係なく取引されていますので。ちょっと言語の壁があったりするってことですね。はい。そこで、はい。実際、まあ、私がオーストラリアに来て、まあ、英語圏の、に住んでみて、外から日本を見ることができたんですよね。やっぱり感じることとしては、日本人は、やっぱりポテンシャルすごくあってですね。やっぱり優秀だと思うんですよ。はい、はい、はい。優秀だけど、やっぱりその英語ができないから、やっぱり日本の中で閉じてしまっていて、うまくその日本人が持っている本来の能力を活かせてないなっていう、世界で見た場合ですね。世界ベースで見た場合に、まだまだ、本当は活躍できるはずだなと思っていて。そういうところも見えてきたわけですね。オーストラリアに。はい。じゃあ今からさらにこう、こういうふうにしていこうっていうのは、具体的にはどういったことになるんですか？はい。やはり、誰かがね、外から見た日本はこうだよ。で、こんなふうに行動していこうねっていうふうに、こう、まあ、橋渡しじゃないですけれども、そういう、やっぱ環境を作っていった方がいいと思うので、今のアットソーホーというサービスを通じて、日本の方がですね、海外、例えば海外の人たちと取引ができるようにとか、まあ、そういったようなことをできるような環境というのを作っていきたいなと思っているんですね。そうですね。大事ですよね。確かに。やっぱり人を喜ばせたいとか、人の役に立ちたいとか、そういったところが今そことつながってるんですかね。ただこうエンジニアの。そうですね。じゃなくて。IT は自分の中では手段として考えているだけなので。手段としてですね。まあ、それが今すごく本来の自分のしたかった部分が引き出されて、うまい具合に活用できてるってことですね、技術と。まあ、そのように持っていったということですね。理想的ですよね。IT の技術者の方って、そこだけにこう特化して、なんか人間関係とかが苦手というか、印象がどうしても私強かったりするんですけど、バランス大事ですよね、やっぱりですね。そうですね。最後に、平城さんの方から、まあ、今のこう、時代に生きる方々への、まあ、メッセージみたいなものをですね、ぜひ、いただきたいと思うんですけども、お願いします。はい。そうですね。やっぱり話題としてはね、この2020年からのこの、まあ、コロナですね。コロナから今、新しい世界とか生き方にシフトしていこうとしていって、まあ、じゃあどういうふうになっていくのかっていうところを皆さん今考えていらっしゃると思うんですけど、やはりですね、まあ、本当に、国境、今までもね、グローバル化とか、ボーダレス化って言われてきてると思うんですけれども、今までは人が移動するっていう意味での、まあ、グローバル化とかボーダレス化だったと思うんですけれども、これからはですね、まあ、人が移動しなくてもですね、情報がどんどんこう国をまたがってやり取りされていて、情報であったり仕事とかですね、がやり取り、どんどんね、国境を越えてやり取りされていくのが当たり前で、例えば日本にいながら、まあ、海外の仕事を受けようとかですね、まあ、その逆とか、できる形になっていくと思いますので、ますます国際的に活躍できるね、土台っていうのが、整っていくと思いますので、ぜひ、日本国内にとどまらず、こう、海外も視野に向けた、視点を持ってですね、希望を持って、活動していただければいいなと思います。またそういう、環境を作っていきたいと思いますので。いや、本当に。そうなっていくことが本当に必要になって
来るなって私もすごい感じてます。共感します。はい。ぜひ、今後ともですね、平戸さんの活躍の方も、応援させていただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。わかります。はい。本日は、どうもありがとうございました。ありがとうございました。